発火法、発火法は火を起こす方法のこと。発火剤や機械、電気を使う近現代の方法だけでなく、木による摩擦熱などを利用する原始的な火起こしを含めて様々なものがある。火は人類の誕生以前から火山の噴火、落雷、自然発火などを原因とする自然火として存在した。人類の祖先が最初に火を手に入れたのは、 自然に起きた森の火災の焼け跡の燃え残りからだったと思えれる。人類が自力で道具を工夫して火を起こした古代、発火法には大きく分けて摩擦式、火花式、火打ち石、光学式、修練発火、圧縮ポンプ式、圧気発火器が現在知られている。現在では化学式、電気式、点火プラグなど新たな手法が発明されている。 火は火山活動や落雷などによる自然発火の結果として自然に発生する。そして多くの動物や植物は長い進化の過程で火に対処する生存戦略を探り火に適応した生態を獲得した種もある。チンパンジーはある。種の好みについて生で食べるより森の火事跡で加熱され消化が良くなったものを好んで食べる。もちろん人類の祖先たちも 火をを作りり出すす技術を習得するよりもずっと前から、人類が火を手に入れた最も古い方法は、それら自然に得られた火を松明や火種のような形で運び、焚き火にして保存することだった。火種が燃え尽きないよう長時間持たせるために、置き火にして、灰に埋めて保持する、ひ目という方法も工夫された。人類が、 自らの手で火を起こす発火法の発明は、火の利用から、はるかに遅れて、木や竹の道具を加工する技術の中から生まれ、工夫されてきたと考えられている。ヨーロッパの一部では、鉄の硫化物である海上の木鉄鋼や白鉄鋼に、硬い石、プリントなどを削るように打ち付けて灼熱した火花を出し、その火花を、ある種の木のコの消し積みなどの加工。 北地に移して火を起こす技術が一万年以上前の古くからあった。鉱鉄鉱の学名パイライトはギリシャ語で火の石という意味である。火打ち石の火花は衝撃で削り取られた鉄の小さな粒子が灼熱して飛び散ったものである。ロバート・フックは溶液して丸くなった鉄の粒子を手製の顕微鏡で観察しミクログラフィアに記録している。鉱鉄の普及とともに 鋼鉄の火打ち金が作られると多くの地域では鋼鉄鋼の火打ち石や摩擦発火具に代わって広く普及した。ヨーロッパや中国、インド、日本でもマッチが普及するまで日常の火起こしには主に火打ち石。実際には火打ち金、火打ち石、加工の3点セットが使われた。中央、アジアやシベリアの一部民族、あるいは 日本やヨーロッパなどの一部の宗教儀式には今でも用いられているが湿度が高いと使いづらいことも多い。大きく分けて往復摩擦式発火法によるものと回転摩擦式発火法によるものがある。いずれも摩擦によって木の繊維が削れておがくずになり、それが溜まったところが摩擦熱で高温になって火種をこる。なお、 回転摩擦式の場合には古代エジプトのツタンカーメン、王ボの副装品に例があるように、棒の先端部分を差し込み式にして交換できるように、すると水本体を消耗品にしなくて済む。その場合、先端には中空なうつぎや、紫じさくるみの細枝のように、芯にスポンジ状の髄がある樹種が適する。これは太さに比較して摩擦面積を小さくできるため、 温度を上げやすいからである。角石のような硬い石とてっぺん、古くは高鉄鉱や白鉄鉱のような硫化鉄鉱石を打ち合わせて火花を飛ばし消し墨みなどの北地に点火する。熟練すればカチッと一瞬の打撃で加工に点火し火種ができるが、加工が湿っていたり、石の角が摩滅して丸くなっていたりするとなかなか点火しない。 現代において使われているライターも回転式のものは発火金属の材質と燃料が変わっただけで原理は同じである圧電式のものを除く太陽の光を突レンズや大面鏡で加工に集めることで発火させる修練発火は古代のギリシアや中国でもすでに知られていたまた氷やガラス水の入った丸底のガラス容器が突レンズの役割を果たす場合もある 近代では1930年以降、オリンピックの成果を再化するときに、大免鏡の発火具が使われている。比較的低温で化学反応を起こす物質を発火剤として用いる方法。19世紀に発明されたマッチなどがこれにあたる。代表的なものは以下の通りである。原理的には断熱圧縮と呼ばれる原理を応用したもので、 ディーゼルエンジンの点火方式などに利用される。ボルネオやビルマなど、東南アジアの一部では、ファイヤーピストンと呼ばれる装置を用いて火を起こしていた。この装置は、木や動物の角などで作られており、一旦が密封された中空のシリンダーと、その内径にぴったりと合うピストン、プランジャーから構成される。この器具の存在は、19世紀にローレンス・バンデルポストによって、ヨーロッパ、 に報告された。プランジャーの先端から2から3ト、mm、ル離れた位置に加工をセットするくぼみがあり、多端、持ち手側にはシリンダー内部の機密を保つためのガスケットがある。プランジャーの先端に加工をセットし、シリンダー内に勢いよく押し込むと断熱圧縮によってシリンダー内が高熱になり、加工に添加される。に火されると、その炎を より熱量の大きな可燃物に移して適切な大きさにする必要がある。加工の次には着火しやすい乾燥した焚き付けに火を移し徐々に細いものから太いものへと移す。小さい炎ではそれが大きな炎を作るために必要な量の可燃性ガスを放出させるのに必要な量の燃料を熱することができない。このためゆっくりと燃料の大きさを増やしていくことが 重要である。また、炎をガスから吹き払ったり、燃料を冷やしすぎたりしないような方法で、十分な酸素を供給するために適当な量の基準を確保することも重要である。炎が十分な大きさに成長すれば、多少の水分や樹液を含んだ木材を燃料として供給しても火は消えない。木材に含まれる水分は、炎の発する熱で沸騰。 蒸発してしまうためである。雨天など湿った天候であっても、丸太を割って、含水率の低い部分を使用することなどによって、ある程度燃えやすい燃料を得ることができる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。